第16節のザスパ草津群馬対カターレ富山の一戦です。非常に日中も強い日差しの中、6時半現在でも33度の気温となっています。決勝トーナメントが始まった2018 FIFA ワールドカップロシア大会と同じ入場曲に合わせて両チームの選手が入ってきました。それではホームの群馬のスターティングメンバーポジションをご紹介します。 3-4-2-1 というフォーメーション、ゴールキーパー松原、ディフェンス北市川、阿部、右のワイドに星原、左に岩田、ボランチに風間と吉田、ワントップ大島、今日ツーシャドウは小林と高橋です。ゴールキーパーが永井、3バックを予想しています。大、そして今シーズン公式戦初出場初先発の楠本、今瀬、ボランチに椎名と差し並、右に川上、左に前島、そして斉藤ワントップ、佐々木陽次と新井のツーシャドウを予想しています。今シーズンから群馬を率いる布圭一郎監督です。長く市立船橋高校で指揮を取っていました。その市立船橋高校を指揮していた時の教え子である富山の足立亮監督との対戦となります。久美のボールが入る、いい形で右に開きます。川上仕掛けていって、新井がサポート、中には2人、クロス入る、ニアを狙ってきました。佐々木陽次がニアへ入っていきましたが、バックの左の阿部も高い位置、クロスが入ります。小林、もう一度こぼれたところ、素早い反応を見せた小林です。長いボールで小林あるいは高橋が裏を取るシーンが多かった前半の群馬です。ボールを奪って差し並みから荒井、シュートレンジに入っていく、仕掛けてシュートだ、松原が反応しました。長崎から6月に移籍をしてきた木村優、24歳のプレーヤー、今シーズンは J1 での出場はありませんが、ルヴァンでは4試合、ルヴァンカップでは4試合に出場しています。岩田仕掛けていく、クロスが入る、あるいはシュート性のボールを狙ってきました。もう一度拾う、中には5人いる群馬です。クロス、190センチの楠本が触りました。両サイドから惜しいクロスが入った群馬です。両チームともに前の試合は敗れています。連敗は避けたい今節です。スペースが空いてシュートだ、小林がコースを狙ってきました。一方の群馬も最前線に高さのある奥を入れてきています。岩田チャンスになる、エリアに入ってくる、少し時間がかかった、クロスこぼれたところ、大久保に当たりましたがゴールには向かっていきませんでした。ナイトゲームですが、暑さそして蒸し暑さが残る試合になっている。この後半の残り15分を切っています。かわして新井シュート、枠には行っていました。松原のファインセーブ、左足でも素晴らしいシュートを放ってきた新井。選手交代で攻撃のリズムを掴んでいるのは群馬です。前の3人のポジションが変わって
攻撃の活性化が生まれています。決めた、先制は富山。代わって入った長崎から移籍してきた木村、移籍後初出場でゴールを決めました。わずかに空いたスペース、動き出しからそしてゴールだけを見て決定力の高さを見せてきます。ファーサイドのボール、ここで試合終了。アウェーの富山が木村のゴール1対0で群馬を破りました。ホームの群馬は沼津戦に続いてリーグ戦連敗ということになりました。